料理の別人です。なんか元気がないっすね。なんか元気はなくないよ。ただの酔っ払いだった、どうですか、もう何回目？今日で6回目になりましたね。本当？うん、もうちょっと言ってんじゃないの？あ、言ってますか？あ、わかんねえや。だいたいこれ撮ったやつを何回目に出すかもわかんねえんだから。まあ今日はね、もう本当料理とは言っちゃいけないぐらいのもんやろうかね。うん、うん、もう出たよ。あった。第1回のツナ以来の、これで完結しちゃいましょう。おお、ね、うん、今日結構会える系のやつですか、もしかして？会えたらいいね。会えたらいいね、会えたらいいね。なんだっけこれ。誰かの曲でしたね。ね、ブルーハーツ？違います。なんてないでしょ。そんなわけない。じゃあ、あのね、今日ね、これいこうかなと思って。おお、あ、カイワレ。カイワレとカニカマ。そう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 。そう、まあ、どちらかといえば、二人とも普段脇役みたいなもんだけど、うんうんうん、まあこっちがどっちかって言ったらみんなまあ主役だろうと思うけど、まあうね、今日違います。へえ、かいわれ主演、うん、カニカマ助演、そんな感じでお料理をお届けしたいと思いますね。本当にね、かいわれをいっぱい使うような、かいわれのことに舐めすぎだよみんなね。そうあのね、かいわれってすっごいポテンシャル秘めてるし、うん、かいわれのあのうまみとか辛みだよ辛み、うんうん、こんなに酒を進ましてくれるね、こんな芸達者なやついねえんだから、今日はそれをね、俺がね最大限にね、うん、まあ10パーぐらい引き出してやろうかなと思ってますけどね。こいつの魅力を全然最大限じゃない、うん、早速いきましょうか、はい、まずね、あのほら混ざりにくいからボウルに、うん、最初にね、あの混ぜるタレ作っちゃおうよ、うんうん、ほんであのお醤油ね、うん、お醤油をこうやってこれでいいんじゃないの、うん、ほんであの出たマヨネーズ、おマヨネーズ、お風開けでございます。本当にね、うん。こういうのって相場で言うと開けとくのが当たり前でしょ。そうですね。ダメだよ。開けるとこ見してよ。ほら、どんだけ使ってんだって普段からマヨネーズをね。本当にね。うん、このゴミはちょっといる？いるっておかしいだろうもう。中にこれがあるからね。ありますね。これいいよね。これ剥がすときね、うん。料理が簡単すぎてこういう手間をねお見せしちゃうっていうね。本当にマヨネーズね。でマヨネーズをこうやって。これね、やっぱり貝割れカニカママヨネーズ合わないわけね。これちょっと多めにいこうよ、うんうん、まあ、結構入れていいよ、うんうん、入れて、うんうん、あとわさびね、うんうん、わさびよ、わさびもこれぐらいでよか、うん、結構入れますね。貝割れの辛みあるから、うん、わさびの辛みと貝割れの辛み考えたらこれぐらいでいいんじゃないの、うん、これでも多いと思う人いるかもしれないけど、うん、作ってみたら分かるから、うん、これぐらいでよかったって思う、うんうん、で、カニカマ、あ、カニカマ、ね、うん、はい、で、カニカマをね、こうやっていくじゃん、うん、こうやっていって、あ、一気にこうやってつるってやっちゃうの、うん、で、手でほぐそうよ、こうやって、うん、適当でもこれランダムでいいよ、アットランダム、うん、うん、で、カニカマをこうやってね、うん、いいね、こういうね、貧乏臭い感じ見えるけどね、こういうのをね、食べないとね、やっぱりね、これでね、ちょっと今、こうやって、おい、こんなもんでいいんじゃないのか、うんうん、とりあえずこれでいいでしょ、うんうん、主役はかいわれ、かいわれだよね、うんうんうん、これ10円だから、うん、おい、出た、かいわれ、今日の主役、かいわれでございますよ、うん、今日もあの我が家の近所スーパーライフからうちまでレッドカーペットをこう歩いてきたということでね、うん、主演男優賞、そうでございますよ、本当に、うん、よく来てくれました、本当にね、はい、これ今日全部使うわ、おお、あと主役はかいわれ、そうだよ、本当にハサミでこういうめんどくせえから、こっち危ないな、これ気をつけて、こうやって裏にこうやって手やったまんまこうやってけど手切るときあるから気をつけて、はい、経験者に入って、貝割れこれ全部使うの、こうやってほら、どう？もうすごい。種とかちょっと入ってもいいから、うん、これ毎回貝割れ使うときも言うんだけど、うん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 、床屋さんってこんな気分なのかな、うん、よいしょよいしょ、こんな気分も味わえる、ちょっと、うん、ちょっとこれまた水につけといたら入るから、うん、うん、よし、出た、これで、見て、もうね、あら、できちゃう、入るだけなんだ、こうやって、うん、うわ
これじゃみんなまた美味しそうとか思わねえか。いやでもうまそうですけど、ね、これすっごいよ。うーん、ちょっと待ってよ、待って前行き、うん、僕混ぜること何分みたいな、混ぜるみたいな混ぜること何分で、なんか、編集の指示が今ありましたこのまま使いますけどちょっと待ってよ ちっちゃい声で酔っ払いの白くも許しもねえぞ本当にやめろ、ちっちゃい声で、うん、混ぜること何分とかそういう感じでちょっと今これは顔赤くなってんじゃねえの俺すごい恥ずかしい、お酒のせいじゃないよ本当にね、マジで、はい、毎度僕がボールで会えた時にははい、できた、出来上がり、早いですね、早いですよ、ほんと、もうこの食べるよ、はい、うん、わさび入れすぎた辛いですか？でも、うん、いやでもね、やっぱね、入れすぎたくらいでいいんだね、うん、これね、料理の、飲み始めのスタートでやってもいいけど、キックオフでやってもいいけど、もうこの終盤でね、うん、なんかつまみたいけど、お腹に溜めたくないっていう時にちょっと食べとこうかな、うん、おー、いただきます、自分で撮ったもん、ほんに出たね、手で隠す癖があるんだよ、このカメラがを、カメラをさ、俺は、いただきます、うん、美味しいです美味しいでしょ、めちゃくちゃ美味しいです、ツンとくるでしょ、うんうんうん、これごまかけてもいいかもしれないね、あー、うん、いいですね、ごま、あとはみんな適当にやってよ、うん、ベースを伝えて、うん、かつお節かけてもいいと思うし、うんうん、ごまかけてもいいし、うん、これなんか梅も合いそうだね、あー、どうなの、梅とわさびって相性いいの、うん、どうなんですかね、どうなんだろうな、うん、コンビって組んでみないと分かんないからな、そうですね、うん、新ネタ作ってみないとさ、うん、うん、あ、ちょっとこれね、うん、とりあえず僕がベースを今提供しました、うん、これを貝割れがあくまでしょ、貝割れでしょ、ほぼ、うん、こっからアレンジを、うん、そこね、やった方にコメントいただいたりとか、あ、それマジで欲しい ね、っていうかね、もうこうなってくるとね、コメント欲しさにこういう余白残しちゃう料理作っていこうかなっていうのも出てくるぐらいね、なるほど、あ、ちょっとなんかアレンジをね、もう一手間加えられるような欲しいね、うん、あのコメントが僕のおつまみ、うん、というわけで今日は貝割れが主役、カニカマがなんだっけ上演ですね、というわけでね、うん、試してみてください。